この巣場。どうしたんですか？もじもじして。いつもと違う水着だからか、なんだかこう落ち着かなくて。撮影中はあんなに楽しそうだったじゃないですか。私は写真の完成が楽しみです。チラシとして配られてバニル様の目に届いた日には。そうだった、私の水着姿が男たちの目に。リアたちも言っていたが、写真を見てよからぬ妄想をする者もいるという。私を手ごめにしようとする者まで現れたら。おい姉ちゃん、あんたあの写真の娘だろ。いやらしい格好しやがって。違うんだ、あれはカズマに無理やり。あんなポーズしておいてその言い訳は無理があるんじゃねえか。もっと際どい写真を俺が撮ってやるよ。なんならその写真を町中に配ってやろうか。どうだ、嬉しいだろう。喜べこの卑しい豚め。などという輩が出てきたらどうすれば。写真を持っているのはカズマじゃないか。やつのことだ。本当は広告などに使う気などなく、今頃私を恥ずかしめる計画を練っている可能性も。私たちは仲間じゃなかったのか。ずいぶんと強気だな。写真は俺の手の中にあるんだぞ。ほれほれ。なんだかんだで楽しそうだし、大丈夫かな。